見れば見るほどです。はい、というようなことでね、どっから行こうかなと思っております。さっき、せっかくちょっと株のことを言ったものですから、まとめてお便りがこちらの方にございます。坪井哲子さんからいただいておりますが、15日の東京株式市場で日経平均株価は前日比、337円61銭高の15,096円03銭で、取引を終えましたと。惜しいですね、これ。15,096円で終わるべきやったよね。で終わらんでもええ。96円まで行ってしまってはいかんやろ。いやもうまあいいのか悪いのかよくわかりませんけど。そうですか。その別に69にこだわる必要はない。はい。はい、終わり値が1万5000円台をつけるのは5年、5ヶ月ぶりとなりますということで、まあ6年ぶりのいわゆる交易というさっきの銀行の話とここでピタッとまあね、時期的に合うなと思いますね。はい、これもアベノミクスの影響でしょうか。うちの勤めてる会社は昇給もないし儲かっているにもかかわらず臨時ボーナスも出ないのでアベノミクス効果は感じません。他のリスナーさんが羨ましいですっていう、あんまりええぞという人は聞きませんので、またこれからやと思います。だからやっぱりあの、うん、株をしてる人とかそういうね人だけでしょ、はい、あの、あんまり普通に暮らして普通に日々働いてお金もらってってやってる人にとっては、そうこう潤った感っていうのはまだ見えてこないかなっていう気がしますよね。一喜さんからもいただいておりますけれどもね、円安株高が進んでいます、大丈夫でしょうか、国民生活はますます困窮しそうです、アベノミクスいい加減にしてくれと叫びたいです、というのはこの方の場合はおそらく、まあ、株は置いといたとしても、うん、円安の方で、うん、さっきの食料が上がるとか4月からいろんなものがね、はい、値上がりしますとかガソリンが上がるとかと、うん、いうようなことからすると、うん、ちょっとねか金利が上がるかもしれんと、うん、住宅ローンのまた上がったらしいですよね、はい、昨日もね、はい、パインパンマンこの上げ上げに乗りたいさんからいただいておりますけども、株価が、15,096円3銭で取引終了、惜しかったですね。やっぱこの人も惜しかったと言ってますよ。上がりすぎやわな。いやいやそんなことはないですけど、はい、とあるところでは年内17,000円を超えると予想が出ましたが、まだまだ株価は勢いがありそうですね、うん、こだんだん上がってきますね。昨日も言いましたけども、14,000円のがだいたい年末の大方とは言いませんけども、だいたいこのくらいまで行きますでしょうというのの、うん、私の知ってるのは上限が年末あたりの8,000円、平均に日経平均が8,000円ぐらいの時には14,000円ぐらいというのが、そこまで行くんかなと思って聞いてたんですけども、いさっくんなんて16,000円の話があって、今この人を見ると17,000円も唱えてる人もいるらしい。まだまだだからそうやって上がるって言ってるあの人が多いっていう、そういう雰囲気、雰囲気ってこういうの大事なんでしょ。雰囲気大事、うん、だから景気の気は気分の気ですから ね、だからまだそういう雰囲気があるっていうことですから、はい、若干こうもうちょっといっちゃうのかなって感じがしますよね、そろそろだから神経質な人なんか警戒をしたりしてね、自分でこうやって持ってるとね、そうは言いつつ不安になって、はい、なんかあって急にガクンってなったらどうしようとか、そう私も先ほど大前と構えておりました。やっと 5分の1まで来たんやけど、ここでもうなんやらもうまた元に戻るかもしれへんしな、ここでもやめとかってちょっとね、はい、どっしりと構えて5分の1で済むところで、はいはい、元に戻しておいた方がいいんじゃないですか。あ、どうやらな、損は損でも、はい、損は損でも5分の1の損と損で今までのな10分の1ぐらいの時とね、はい、違いますからね、どうですか。あのね、それとね麻生さんがね、消費税の上乗せは先延ばしにする可能性ももしかしたらあるような含みを持たせているので、その方向でお願いしたいです。先延ばしすれば駆け込み需要も延長ですから、軽く3年ぐらい延ばしてもらいたいです。ちなみに坪井さんの塩漬け株はそろそろ不可抗ここで出てきたんや、はいはい、この人のお便りやったんや、ね、そこらの塩漬けじゃないらしいですわ。ああ本当やな、うんうん、はい、もうカッチカチやわ。梅干しでいうとあの白い結晶がこびりついてるような梅干しエジプトのミイラみたいな、もう絶対あの復活を願って昔の人がやったけど絶対復活してこへん復活したミイラは一体もないというのと一緒で私の株も絶対復活してこへん、はい、しかしあの麻生さんのこの含みのあるというのもね、分からんでもないですね、はい、今までずっとこの景気回復景気対策というようなことをいろいろやってきましたけども、消費税が上がった時にね結構ガクンと来てしまったことがあるんですよ、うん、はい、
で、景気に水を差すような場合が消費税って、これは多々ありますからね、はい。この流れをもっと大事にしたいなということであれば、先延ばしということも、うん、まあ、一つの選択肢としてはあるかもわかりませんですね。はい、で、友和さんからいただいております。坪井さん大変です。とうとう1万5000円台にね、日経平均なりましたけれども、心配されるのはということで、この方も書いてあります。国債の長期金利の上昇ということで、これは国の台所への負担がかかると。これは買ってる方はいいことですけどね。負担がかかるぞということ、国に対して。それから住宅ローンの上昇はさっきから話題にしておりますですね。はい、住宅建築ブームへ水を差すぞと。だからなかなか一足飛びにポンといかんのはこういうことでしょうね。景気が良くなって家でも建てようかなと思うけど、金利高くなったなというようなことでね。まあ、ね、一個やったら何でもかんでも良くなるんだったら景気対策って簡単で、はい、こっちと光と影があるんで、そこ上手にバランスよく取りながら全体的にこう押し高めていくっていう手腕っていうのが難しくて大変なんでしょうね。はい、企業の設備投資への負担、これ金利が上昇しますと、企業がこれからやっていくという設備投資、はい、景気の動向の中では個人消費と企業の設備投資というのが大きな、はい、一つの目安になりますけれども、はい、これだけ金利が上がってはちょっと設備投資もなというようなことに金利が足を引っ張るのか、それ以上の景気みたいなもので、うん、やるんやというのかということで、まあ、企業自体が儲かればね、はいはい、なんとかそんなところも捻出できるかしらとか。ですから、まあ、うん、この方はまとめて3つ書いていただきましたけれども、心配されることの3つですが、これ全てやっぱ金利に関すること、はい、ということですよね、はいはい、というようないろんなお便りもいただいておりましたですけどもね、はい、まあ、銀行の方はいいぞと、株価も上がってるぞ、うん、さあ我々はということでございます。